バードシールドは手に入れたし、あとは大魔王の城までまっしぐらですね。はい、頑張るんですよ。はーい。そうそう、ジェジェたちにお手紙よ。わーい、誰からかな。楽しそうなお手紙ですよ。あ、園長先生だ。おー、シールですぐわかりますね。開けてみろよ、ジェジェ。うん。あらあら、皆さんお元気ですか。はーい。皆さんが卒業してから、私たち寂しくて寂しくて退屈で、そこで卒業してからだいぶ経っちゃったわ。記念、久しぶりにみんなで会っちゃいましょう。パーティーを開くことにしました。パーティー、要するに同窓会ってやつですね。明日学園で待ってます。皆さん来てね、来てね、来てね。はーい。チャメ、ついにジョアン一世の3つの武器を全て手に入れたか。おのれ。大魔王様、お怒りでやんす。触らぬ大魔王様にたたり出しなす。わしも消えるでやんす。おのれ、チャチャ、どうしてくれよ。大魔王様、お久しゅうございます。おお、ハーピーではないか。大魔王様、私にチャチャを始末させてください。何？先の国王への私の憎しみ、大魔王様もよくご存知のはず。そうだった、お前はかつて妖術で国王をたぶらかし王妃になろうとしたのだったな。はい、王妃となって国王を操ればこの国はすんなり大魔王様のものになるはずだった。なのに国王は私の正体を見破り、妖術破れたり、せよ魔族の者を。よし、あんな屈辱は生まれて初めてのこと。先の国王が愛おしいか。良いざまだ。大魔王様、お願いがございます。願いだと？はい、私がチャチャを仕留めましたら、褒美としてこの国王と王妃の像を私に。何？国王と王妃の像？はい。面白い。よし、見事チャチャを仕留めたならば、その望み叶えてやろう。ありがたき幸せ。ハーピーのあの憎しみの強さが、今度こそチャチャを葬り去るだろう。で、何か心配事ですか、ドロシーちゃん。あんたが相談に乗ってくれって言ったんでしょうが。あの実はドロシーちゃんからどうぞ。いえいえ、セラビーからどうぞ。二人とも素直じゃないわね。セラビーはチャチャのこと。エリザベス、ドロシーちゃんはシーネちゃんのことが心配なんでしょ。誰も心配してあげないとかわいそうだから、私はリーを心配してあげるわ。ちょっと恩着せがましくない。わかってるわ、本当はみんな心配なのよね。そうですね、これまでチャチャは本当によく頑張ってきました。小さな体で魔族たちを相手に懸命に戦って。もちろんシーネちゃんもリーヤもね。そうね、大魔王はこれまでとは比べ物にならないほど強い魔族をチャチャたちにぶつけてくるでしょう。そして最後にはチャチャたちは大魔王と直接戦うことになるわ。セラビーも人並みに心配ができるのね。危なくなったらまた私たちが通りすがりで助ければいいじゃない。いけません。え？大魔王を倒せるのは王家の血を引く者だけなのです。つまり私たちは何も手出しができないのです。あ、そうだ、いいこと考えちゃった。いいこと？同窓会、チャチャさんにかっこいいところ見せちゃうんだもんね。ねえシーネちゃん、いつかテレフォンショッピングで買ったあれ知らない？え、ほらあれよ、あれ。うわぁ、こんな散らかして何探してるんです。ほら、とっても簡単、魔物変装3点セットよ。ああ、それならこっちの棚です。
なんだこんなところに。うん、これこれ。お嬢様、この部屋誰が片付けるんですか？もちろんシーネちゃんよ。やっぱり。でもお嬢様、魔物変装セットなんて何に使うんですか？別に。じゃあねー。怪しい。おお、これが昨日言ってた通信販売のとっても簡単魔物変装3点セットよ。なるほど。それで魔物に変装してチャチャたちに襲いかかるの。それでチャチャたちの弱点を調べて後で重点的に特訓するのよ。どう、完璧な計画でしょ。おお、ドロシーちゃんらしいせこい計画よね。せこい。どんなにせこくったって他に方法がないんだからしょうがないですよ。あのね、うーん、そういうことですか。魔物変装3点セット？そうなんです。セラビーのやつ、俺たちのこと信用してないのか？わかんないかな。信じてはいても心配するのが大人ってやつなのさ。でもひどい、こっそり試そうなんて。ほんとひどいですよね。許せません。こら、シネちゃん調子いいぞ。え、リーヤくん、私と会わないのをいいことに、私のセラビー様に変なことしてないでしょうね。変なこと？そうよ、セラビー様の身の回りのお世話とか、甘伝え、お食事の用意とか、ほら、お着替えのお手伝いとか、お風呂の支度をしてお湯加減を見て。あなた、お風呂の用意できましたわ。相変わらずですね。あなた、お湯加減どう？お背中流しましょうか。こんにちは、愛するシャーリー様。いや、お久しぶりですね、おりんちゃん。ラブリー教え子たちよ、愛しい生徒たちよ、ラブリー。たちこの照れ屋さんたち。今のうちだ。誰？チャチャ。何？セラビーさんとお師匠様が。あ、そっか。セラビー先生の変装だ。先生、ここ男の人は入っちゃいけないのよ。ほら、男の人はあっちよ。誰が男だ。もう、セラビー先生ったら。エッチね。セラビー様ですって。まあ、さすが変装がお上手。一体何の。ああ、よくできてるね。おい、触るな。そうよ、そうよ、触らないで。ヤッコ印の近づきたくなる RP、かけちゃおう。これでセラビー様は私だけの。ヤッコちゃん、遠ざかりたくなるキュート間違えちゃった。
なんてことだ。この私があいつらのわけのわからん反応に不意をつかれるとは。今度はそうはさせない。おのれ、あちゃん、セラビーが、うん、そんでね、そんでね、女の魔物に変装してんの。もしかするとお師匠様かも。あちゃー、うん、なるほどね、うんうん、チャチャ覚悟。あー、君は誰だっけ。あー、こらー、すまない、教え子を忘れた先生を許しておくれ。おお、あれは効くぞ。この派手派手目立ちたがりコスプレは園長のナイフショーの役割お姉さんだな。待てだぞ。くそ、何を。はいはいはい、お待たせしましたね。こりゃ拷問だぞ。聞きたいにと、みんな真似しちゃダメよ、トンホ。イラつくぞ。お師匠様、セラビー先生頑張って。ドロシーちゃんとセラビーがどうかしました。あ、やっぱりわかりました。安物の変装セットじゃダメですね。何言ってんのよ、いつもと変わんないでしょ。なんだ、セラビーたちの変装か。かっこいい。今分かったんですか。あ、でも二人がここにいるってこと。人のことをおもちゃにしようって許せん。あれは知ってるの、セラビー。ハーピーです。王家に深い恨みを持つ恐ろしい女です。今度は私がお前たちをおもちゃにする番よ。ウェルです。逃げるんだ。
ハーピーには相手の魔力を吸い取る能力があるんです。そんなことは先に言いなさいよ。チャチャ、勝負あったな。苦しめ、チャチャ。チャチャ、今助けに。ダメよセラビー、あの子たちがどこまで戦えるか心を鬼にして見守るのよ。違いは。チャチャ、チャチャ、仲のいいこと。私のリア君に何するの。あ、そうよ、か弱い一般市民に乱暴狼藉は許さない。決まったわセラビー様。うふん、チャチャにばっかいい格好はさせないわ。本当の主役は私たち、我ら二人の美少女、ララ学園 OB ゲットギャルス。何よその下品な名前は。そっちこそダサダサよ。うるさないだ。どっちでもいいだろ。手なわけで、おにぎりマリン、マリリン、マリマリリン、いでよサザエの怪物攻撃。ヤッコ印のウルトラパワー何でもやっ。いけません、我慢です、我慢です。王家最後の生き残りに手を下せるとは、なんという喜び。お待ちなさい。なんだ今度は。ウルルルルウララ、ミシカシブチのラスカル、トゲトゲ肌のバラバラマン、3人揃ってウララガキへミラクルティーチャース。俺今助け立ちします。心配をしている余裕などないだろう。苦しいか、苦しめ苦しめ。息ができねえ、目がかすむ、もうダメ私。なんと心地よい眺めだ、憎い王家の生き残りが苦しんでいる。メイドの土産にいいことを教えてやろう。お前を倒せば大魔王様は石になった国王と王妃を私にください。憎い憎いあの二人を私はこの手で粉々に破壊してやるのだ。お父さん、お母さん、王家の血は全て絶え、この世界は完全に我ら魔族のものになるのだ。世界が魔族の。覚悟は良いか、チャチャ。チャチャ、シーナちゃん、いいよ。お父さん、お母さん、みんな。ダメ。チャチャ、チャチャさん、チャチャ。よくやりましたね先生。シーナちゃんもリーヤ、偉かったわよ。お師匠様。
よかったわよかったわ、ヒーネちゃん。よくやった教え子よ、リア君。先生。さあ、新たな旅立ちの時ですね。クッキーと風船ガムと。チョコ2を全部にジュース。そんなに持てないですよ。チャチャ、これに入れていきなさい。わあ、かわいいポケット。私の手作りですよ。少女趣味ね。おお、かっこいいぞ。いろいろ入りそうですね。先生ありがとう。頑張るね。ああ、頑張るぞ。頑張りましょう。ファイト。変身の呪文は愛よ愉快よキンキラキンよじゃなくて愛よ勇気よ希望よでしょ。さあもう一度。また違うよ。呪文が変だから変身してもなんか変。これじゃあいつまで経っても本当のマジカルプリンセスになれないよ。はあ、二人とも一体どうしちゃ。